車の中からの撮影になってるかっていうと、今日クレーンゲームを自分が始めた当初から見てためちゃくちゃすごい方とのコラボが実現することになりまして、とにかく緊張してます。本日は万代書店岩槻店さんにやってきました。自分がクレーンゲーム始めた当初から YouTube を見て攻略のお世話になってた、もう本当に緊張で震え上がった状態なんですけど、藤野です。藤野刑事さんに、はい、ありがとうございます。いえいえ、こちらこそ。ご挨拶がまだだったんで、はい、お願いします。みんなが欲しいやつじゃん。いやいやいや、誰からも欲しいって言われようと。ずっと欲しかった。興味用です。興味用。ありがとうございます。で、藤野さんとは普段やっていく、交互にプレイして撮っていくっていうルールを、はいはいはい、あ、もうシャケさんのあれ、ね、チャンネルの方でよくやってるっていうか、はい、そうですね、この前クレンゲリオンさんって方とやってましたよね。いや、どこを狙ってるか言ってはいけないっていうガチガチのルールで、あれちょっとなんかあれじゃないですか、はい、なんか悪くやってる、ね、途中ちょっと裏行くかみたいな。ちょっと前大丈夫です、きっと大丈夫です。あ、大丈夫です。了解です。いや、良かったです。じゃあちょっと行きましょう。よろしくお願いします。藤野さんのプレイです。あ、結構攻めますね。割と攻め気味で。あー、回んないっすね。攻めた方がいいですよね。ちょっと奥にずれましたね。これ多分僕が相当やりやすくなったんじゃないですか。うん、自分が普段行く店めちゃくちゃねじれるんで、はいはいはい、ねじれないとちょっと困っちゃいますね、逆に。あ、なんかあれ、癖がありますよね。そうですね、狙いの。うまいですね。なんか切ろう。あ、そうなるよ。でも書いてくれれば。これ結構いいんじゃないですか。なんか面白い形になりましたね。うん、めちゃくちゃ振りやすくなったと思うんで、はいはいはい、あ、じゃあどこ狙ってるか言っちゃダメなんでした。結構守られ破りがちなんですよ。奥に行っただけか。奥気味にしていきます。奥気味ですね。これあんま開かないってなってた。あれですよね、これ慣れないですよね。いやー、もっとギリギリでか、もっとギリギリっていう、あんま開かないの本当に慣れないですよね。これめちゃくちゃ絵うまいですね。あ、これ手書きなんですね。手書きじゃないですか。めちゃくちゃ、ガラポン券ってゲットするとその日もいけるんですか。ガラポンで当たるのかな。ちょっと奥行ったぐらいか。あ、うまいですね。バーに当たるってのはどうなんですかね。まあなんか狙いのところに、うん、一気に入りますね。本体を景品に当てに行かない技として、はい、あ、割とこの石だと使うこと多いですね、自分だと。まあ狙って成功するのあれなんです。3回に1回ぐらいなんですけど。3回に1回。3回に1回ですか。あ、なんかどっかにガラポン券じゃないですか。ガラポン券に刺さった。なんかでも奇抜な形ですか。後ろに乗ってますね、ちょっと。あ、本当ですか。なんで、あ、滑り止めのない場合に。そうですね。あ、そこを狙うと。この辺でどう動くかなっていう。それで、うまい、うまい。お、すごい。さすがです。さすがですわ。おー、かっこいい。さっき刺さった。でかいですか。あ、なんか、どっかに。ガラポン券じゃないですか。ここ、来ましたね。さすがです。ありがとうございます。次行きましょう。じゃまた先行、シャケから行かせていただきます。はい、ちょっとなんとなくルールが分かってきました。分かってきました。はい、ね、ちょっとでも、若干長箱気味の難しいのを挑みますね。あえて。長箱、確かに。確かに。シャケさん、結構むずいの選びますね。素直
なのにキューポスらへんが取りやすいと思うな。なんかそんな気がする。でも男っすね、なかなか。男です。ただ走り幅はね、割とね、ある方ですよね。そうですよ。まあでもちょっと左爪の方が強そうなんで、はいはいはい、この左寄せで狙っていきます。なんかあれじゃないですか、動画作ってるとこう何でしょう、伝わってないこと結構多くないですか、視聴者の方に。本当です。現場ライブ、ライブまだされてないですもんね。ライブそうですね、する予定はあんまり。なんか考えた時期もあったんですけど、はい、ちょっとその見てもらえそうな時間にライブ配信するっていうことが割と難しくて。なるほど。割とちゃんとやってる人って本当に、おー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 、一気に。なんかちょっと話変えられる話がしっかり やってくれてる人たちって、はい、ライブ配信者の方たち、はい、本当にスケジュール決めてちゃんと視聴者の方にアピールして。そうですよね、毎週何時みたいな。ですよね、はい、なんかそのスケジュール感を視聴者さんと共有してやってるじゃないですか、はい、あれが多分自分だとやるって言ってもその日に時間取れないこともあるんで、ちょっと視聴者さんに失礼なことあるかなと思って、はい、非定期でやってもっていう。そうなんですよね、感じですかね。さっき藤野さんもその動画でやった押し掛けで撮ってみますか。あー、ちょっと滑りましたもんね、手前に。そうです。あー、でもちょっと厳しいのか、向こう側に爪が入ってれば、はい、手前に上がってみます。お、来た来た来た、ほいほい。いや、落ちてん。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。見せ場を作りました。これは、ただね、これ詰まるかな。どうだろう、これ下まで下がっちゃうんで、はい、もし押して滑り止め効いてなかったらみたいなパターン、走行系あるんですよね。で、多分これ下、はい、持ち上げるとどうやろう、うまくいくとこうコロンといくますよね、はい、ただでもちょっとリスクもあるんで、いっちゃダメなルールなんですよね。あ、そうなんです。大体の人に、はいはい、一人ごと、はい、一人ごとアウトですよね。よし、じゃあ行きます。そこに行くと、ちょっとね、ちょっと、それは、まあまあまあ、これは、なるほど、え、すごい。これなんかね、狙ったのかどうかも言えないでも、狙い分かりました。でも、もうこれできない形ですもんね。そうですね。見ると、まあ、分かる人には分かるんですけどね、これは。このポイントを、シャケさんは、あ、いいんじゃないですか。え、頼む、よし、よし、サクサクですね。いい感じですね。ありがとうございます。気持ちよかったです。すみません、伊之助を交互に、最後に有終の美を飾りたいですね。ちょっとめちゃめちゃうまいなって言われるようなプレーしました。かっこいいやつを、かっこいいやつを初手いきますね。めちゃくちゃうまいって言われたです。うまい、うわー、すごい、抜かなくて入れましたね。パワー入ってますね、順々に。じゃあ次行きますね。どこを狙うのか、まあ、一応行ってはいけないです。ダメです。普段走行系あんまり行かないからこそ考えてる何かは。そうですね、もうなんかそこら辺にいる、もうこの店舗内にそこら中にプロっぽい人いるじゃないですか。いますね、今日いっぱいいますね。あの辺の方たちを、ね、見ながら、はい、どうしようかな。奥バー乗ってないんですね。奥バーに乗ってないですね。でも唯一にある意味この遊び、この浮かばないみたいな。言っちゃダメですよ、なんか見せてもバレないみたいな。確かに、なんかもっともらしい顔しとけばね。俺うちではこういう撮り方だけど、じゃああなたが狙い分かってないだけでしょ。そうですよね。狙い一緒ですね。本日は万代書店岩槻店にご来店いただきまして誠にありがとうございます。パーに当たるとあんま良くないですね。万代書店岩槻店、そして価格の買取も OK です。よし、
いや任せましたよ。うまいね。任せましたよ。迷うな。迷いますね。これは迷う形ですよね。いやまあでもあんまり倉庫系では、はい、大きな変更を存在いたしました。なんかまあかっこいいフォルムとなっておりますので、使われるのかもしれないですけど、編集してみてください。お、素直に素直に。ポケモンのバタモとマリオの大きなぬいぐるみが存在いたします。ベッドに置いて一人寝るもよし。なるほど。とても可愛らしいね。でもさっきと傾き、あ、言えないんですよね。これは言えないですよ。形は変わりました。こちらは本日ガラコンテセンターの開催いたしております。なんで3月分のガラコンテお持ちのお客様いらっしゃいますが、ぜひこちらもご参加ください。これもやりたかったんですよ。これもどうなのか見たいですよ。そうですね。藤野さんが作ってくれた形を使って、よし、ありがとうございます。お互いビンビンな関係で、うまかった、だいぶ。ありがとうございました。いや本日は本当に藤野さんありがとうございました。いや、ありがとうございました。いろんなプレイが見れて、いや楽しかったです。楽しかったですね。だいぶなんか途中必死になりすぎて若干お互い無口になってるって感じがしますね。無口ほどうまくできる、真剣さの表れというか、無口の時ほど楽しんでますから、ね、そうですね、本音は喋ってる余裕暇ないですね。楽しくできて、いっぱい撮れました、2人で。だいぶ撮れました。風でちょっとあれなんですけど、ね、撮影許可していただいた万代書店岩月店さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。見てください。そんなにいっぱい撮れまして、最高でしたね。いやだいぶ良かったな。これなんかガラポンとかもあるみたいですね。はい、くじが、うん、ガラポンではまだ景品が当たるかもしれないっていう、かもしれない。本件1枚で1回、まあね、はい、これはもうあえてあのやらずに帰るので、またぜひ機会があれば一緒に遊んでください。いや、そうですね、またやりましょう。本当に楽しかったです。ここ、はい、まあちょっとあれですね、まあ、東京の方のね、はい、店舗さんでもいいとこあったらコラボしてみたいな感じで、そうですね、できたらいい。いいんですか、本当に。あ、もうぜひ。お優しい。いやいやいや、ちょっと仕事帰りの初日に付き合ってもらったら、はい、嬉しいです。ぜひ、お願いします。初日ごとんで。初日ごとんで。よろしくお願いします。はい、お願いします。ありがとうございました。130刑事さんかな。本当にありがとうございました。ありがとうございました。